そうなんだ。みんなそんな風に思ってたんだ。だろう？カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけれど、君は特別な存在なんだと自覚した方がいい。ねえ、あんた、自分が特別だって言うの？そんなの答えになってない。私は、あんたにとって何なの？いつも私の後ろについてきたくせに、私がいなければダメなんじゃないの？決闘しなさい。私は強いの。あんたなんかよりずっと。それを証明するわ。あんたのゲームスキルが高いのは分かってる。だから手加減なんかしたら絶対許さないから。私だってうん、今はこんなこと話してる場合じゃないよ。私自身の力で一番にならなければならないの。GGO に名前を刻むのはこの私なんだから。クレハ君の腕前はトッププレイヤーに劣らない。リーダーがその上を行っただけさ。増長なんか欲しくない。そういうものを求めて GGO にいるわけじゃないの。私、ソロに戻るわ。フレンド登録も削除する。
リアルのメアドにも連絡しないで、しばらく一人になりたいから。みっともないと思う。分かってる、あんたはそういうやつじゃない。でも私にはそれが辛いの。あんたのそばにいると自分がますます嫌になる。なるわ。絶対にあんたより強くなってみせるから。そうしないと、そうしないと。すぐには難しいと思うわ。クレハちゃんにとって譲れない部分だと思うから。なぜそれが一人を選ぶことになるのですか？仲間はとっても大事なものです。他にもね、人には大事なものがいろいろとあるの。恋人とか家族とか名誉とかお金とか。いっぱいありますね。びっくりしました。クレハの気持ちは理解がとても難しいです。ソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでも PK 大好きでも全く良いのです。 GGO はみんなで楽しく銃を撃ち合う世界なのですから。なのに今のクレハはとても辛そうに見えるのです。どうしたらクレハは GGO を楽しんでくれるのでしょうか？笑顔になってくれるのでしょうか？そうね、ゲームは楽しむものよね。私もそう思うけど、そうじゃない人もいるの。あなたなら知っているわよね。クレハちゃんが GGO で何を目指し求めているのか。私もそう思うわ。だからあなたに先を越された程度の問題ではないの。気持ちはわかるけど、そんな寂しそうな顔をしないでほしいわ。クレアちゃんもね、あなたにそんな顔をさせていること、もう少し自覚すればいいのに。ではクレハは当分戻ってこないのですね。それは寂しいです。
悲しいです。レイちゃんは優しい子ね。もちろん私も早く戻ってきてほしいと思っているわ。他のみんなもね。でも今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド登録を消されたら連絡手段もないし。ええ、あなただけじゃない。私もフレンド登録から削除されているの。それなら探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。私もそれがいいと思うわ。クレハちゃんの気持ちの折り合いがつくまで待ちましょう。そういうわけで私もしばらく抜けさせてもらうわ。リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、しばらく自由にやりたいの。もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだったから。スコードロンは脱退させてもらうわ。それとしばらくは連絡も難しいかもしれない。少し前から考えていたのだけど、 SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。ごめんなさいね。そんな顔をしないで。あなたは強いから大丈夫よ。クレハちゃんの問題もいつか解決するわ。少なくとも私は必ず戻ってくるもの。用事がサクッと終わるよう祈っていてちょうだい。忘れないで、あなたの一番のパートナーは私なんだからね。まさかゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカは優しいから言い出せなかったみたいです。だからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃなくても必ず帰ってきます。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ去ってしまうものなんだよ。引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないならしばらく自由にさせてもらおうかな。さっき言ったろ、人は突然離れ去ってしまうものなんだと。少しは前のスコードロンに顔を出せと。パイソン君がうるさくてね。
もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。いつでも気軽に僕のホームまで遊びに来たらいい。僕は彼女たちとは違う。冗談を言うシチュエーションではなかったね。まあ守れないことは言いたくないし、だけどそうだな、僕はいつでも君のそばにいるよ。それだけは約束できるかな。僕は決して君を裏切らないなんてね。どう？かっこいいかな？では失礼するよ。マスター、なんでみんないなくなっちゃったのですか？こんな偶然あるんでしょうか？不思議です。そして何より寂しいです。これで今のところは全員かな。
クレハさんだけでなく、チェリスカさんやイツキさんまでスコードロンをやめちゃうなんて。チェリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミングを気にしない方がいいわ。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。今の君には少し言いにくいんだけど、俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティーに加わることができない。スコードローンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽にメッセを飛ばしてほしい。だけど前に話したことがあるだろ。デスガンの調査を本格的に始めなければならなくなった。君はデスガンの件についてはどこまで把握していたっけ？以前話した通り、GGO のプレイヤーが死亡する事件があったんだ。被害者の一人は、薄塩タラコ。そしてもう一人は、君も目撃していた、ゼクシードだ。二人とも、デスガンと名乗る人物に、ゲーム内で狙撃されている。ゼクシードに関しては、君も見ていた通り、直接撃たれてはいないけど。ただ、問題は撃たれたその直後だ。二人とも、まるでゲーム内で本当に殺されたみたいに、苦しんだ様子を見せて、ログアウトしている。その後、発覚までに少しタイムラグがあったけど、実質での死亡が確認された。アミスフィアで死人が出るはずはない。だからゲーム内で殺されて本当に人が死ぬなんてありえないんだ。でもデスガンが撃ったプレイヤーが死亡していることも事実だ。デスガンはほとんど黒、もしくは事件の犯人を知っている可能性が高い。ただ現状としてはデスガンの正体も目的もその手段も何もかもがわからない状態なんだ。この一連の事件について俺はある知り合いから頼まれて調査をしているってわけだ。これは極秘情報だから絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設からナーブギアが盗まれたらしい。でもナーブギアは全部回収されたはずじゃ。みんなのだって。いえ、ごめんなさい、何でもないです。そうだ、ナーブギアはソードアートオンライン事件の後に全て回収され、政府が厳重に管理している。待って、それじゃあどうして盗まれちゃったの？それに何のために？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということだけど、
なぜ盗んだのか。理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあればソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにこの事件で犠牲者と思わしき二人はアミスフィアを使っていた。だから直接の関連はないかもしれない。その辺は今警察が必死に調べている。なんとか次の殺人が行われる前に犯人を見つけたい。だからもっと積極的にデスランを探してみようと思う。今度 BOB バレット・オブ・バレッツが開催されるだろう。 GGO の頂点を決める戦いだ。目立つ場所やプレイヤーを狙っているらしいデスランが見逃すはずがない。新たな犠牲者が出る前に俺が BOB に出場しデスランを誘い出して正体を突き止める。BOB に登録する際に選手は自分のアバター名が必須だからな。普段は設定で隠していても直接対峙すればアバター名がわかる。できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したらみんな参加するって言い出してさ。当然でしょ。いつもいつも自分だけ危ないところに飛び込んで。パパ、私なら殺されることはありえません。それでも連れて行ってくれないんですか。相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。そりゃ散々話しただろ。まあこんな感じで説得するのに時間がかかってさ。フレハやツェリスカが BOB に参加してなければいいんだけど。彼女たちは強いし名前も売れているからデスガンの標的になる可能性がある。そうだな。街中で見かけたら無理に連れ戻そうとせず危険があることだけを伝えたらどうだ。イツキはどうする？メールを送っておくか。ああ、頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが BOB を狙うというのはあくまで予想だから。何より君は今 GGO で一番注目されているプレイヤーだ。十分気をつけてほしい。それに君がこんな時に何もできなくて悪い。だけど君ならきっといい答えを出せるんじゃないかな。無責任だけどなんとなくそう思うんだ。この事件が片付いたら、またみんなで狩りに行こうな。じゃあ、
俺は BOB の参加申し込みをしに総督府に行ってくるよ。まだ登録してなかったの？締め切りはもうすぐじゃない。急ぎましょう。私たちも行くわ。ねえ、ちょっとこっちに来て。悪いけど私もしばらくパーティーに入れないから。あの銃を持った男、デスガンは私が倒す。よし、キリトには言わないで。締め切りギリギリで申し込むから。メールで告げ口なんかしたら。ワクワクです、ワクワクです、ワクワクです。どうやら真面目な話みたいだね。
どうしたんだい？デスガンが BOB にね。さすがキリト君だ。勘がいいな。僕は今回の BOB には参加しないよ。キリト君と戦えるなら出てみたかったんだけどさ。アルファルドの雑用やパイソン君たちとの約束がいっぱいでね。いつでもどこでも彼らが一緒だし、正直うざいくらいだ。だから心配しないで大丈夫だよ。むしろ君の方が有名人なんだから、一人で動かない方がいいんじゃないかな。気をつけて。すでにデスガンが君に目をつけているかもしれない。なんてね。勝利者の名はわずかな幸運で手に入れたもの。力こそ全ての世界で、そのような偽りは許されない。命を懸け、お前自身の真の力を示せ。決闘場への招待状をお前の自宅に送った。覚悟を決めたならログアウトしろ。お前の動向は常に見張っている。助けを求めることは許さない。わずかでも漏らせば貴様の罪による代償をお前の大事なものに支払ってもらう。マスター、これは危ないです。キリトたちに相談しましょう。私はマスターのサポート AI だから、マスターがダメということは実行できません。
だけど、これは絶対に危ないです。そもそもなぜデスガンはマスターのリアルの住所を知っているんですか？罠に決まっています。それでもどうしても行くならお願いがあります。少しでも冷静に戦力をしっかり整えるのです。デスガンと戦うつもりなら少しでも強くなりましょう。実は今度みんなにやってもらおうと思って強力なクエストを探しておきました。招待状が来ていない以上まだ時間はあるのですから、よく考えて準備を整えてくださいマスター。マスター、デスガンと戦うときは必ず私も連れて行ってください。絶対ですよ、約束ですからね。Hehehe
やっつけたよ。終わったので、戦闘終わり。アマの無駄だ。頑張ってね。
ありがとう。そうです、チャンスなのです。どうも。どういたしました。もっとやれますよ。よっ、頑張ろうと。チャンスだよ。ダン、行くよ。どうも。どういたしまして。最高です、戦闘終わり。見て、ステータスダウン。タッチダウンです、チャンスなのです。いいよ、マスケティア一くん、もっとやれるよ。ヘイタッ、まあまあ、それ、戦闘終わり。頑張って、サポートする、サポートする。エネミーだよ。ダウン、ダウン、行くよ。ステータスダウン。すごいので、頑張ってるね。どうも。頑張ったのです。使うよ、エネミーだよ。今だ、戦闘を分散して。レネード行くぞ。ダウンしてます。頑張ってるね。目安ダウンした。やったー、戦闘終わり。どういたしまして。よし、行きます。見て、今だ。やめろ、フェイトを散らしてくれ。倒した。止める。どうも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 。
闇カメラが出る。やった、トレジャーボックス。ストン、なのです、チャンスなのです。やっ、
マスター、本当にデスガンと戦うつもりなんですか？マスターが守らなくちゃいけないと思うのはクレハなんですね。わかりました。マスター、ログアウトの処理をします。私は数秒前までマスターのホームで待機していました。ちょっとなんであんたがこんなとこにいるのよ。まさかあんたもデス、いや、なんでもないわ。あんたなんかの顔は見たくないの。早くログアウトしなさい。今すぐさっさとしなさい。言ってないわよ。というかあんたと話す気はないから、ログアウトしないなら。ログアウトならできないわよ。ログアウトボタンが選択できなくなっていたわ。え？チェリスカさん？まさかあなたたちがいるなんて。あら？レイちゃんまで来ているのね。久しぶりなのです。今日はデイジーは一緒ではないのですか？ええ、デイジーちゃんはフィールドに連れて行かないように管理しているから、そのせいかしら。それよりあなたたち、まさか二人とも。デスガンからの脅迫メールをもらったのかな。え、イツキさんも？なんでみんないるのよ。少しお話し合いをする必要がありそうね。私はデスガンから自分と戦えってメールが来た。だから返り討ちにして捕まえてやろうと思ったの。オーケーしたら妙に細かい指示があって、従わなければ仲間を標的にするって。だからあ
僕もほとんど同じ内容だったよ。ではあの時の決闘やスコードロンの離脱は演技だったの？ううん、本気だった。デスガンと戦う前にモヤモヤしていた気持ちにケリをつけたかったから。とにかくゼリスカさんたちはどこかに隠れていて、デスガンは私一人で戦うから。死ぬかもしれないよ。覚悟の上よ。私が死んだところで何か問題でもあるの？そうね、悲しんでくれる人はいるかもしれない。でも私が突然死んでも困る人はきっといない。お父さんやお母さんだって、お姉ちゃんがいれば。私はね、そんな存在でいるのが嫌なの。デスガンを捕まえればリアルでだって認めてもらえるかもしれない。だから奴の相手を譲る気はないわ。なるほど、死の恐怖より自分の欲求が勝ったということか。違うわよ。そりゃ逆らえばあんたを殺すとか言われていたけど、あんたを守るとかそういうんじゃないから。なんでいつもいい方にばかり解釈するんだか。あたしはいい人じゃないの。自分のわがままでここに来たのよ。だからお願い、お願いだから。みんなはどこかに隠れて、あたしが戦って隙を作るからなんとか脱出してほしいの。皆さん、命がけの戦いを前提にしているようだけど、つまりはそういうことなのかしら。この場にいる全員がナーブギアを着用している。ええ、家に送られてきたの。指定の日時にナーブギアを使ってログインしろって。ナーブギアが盗まれたってキリトさんは言ってたけど、これってもしかして。おそらくその盗まれたナーブギアだろう。やれやれ、まさか盗品をプレゼントされるとはね。どうやって住所を調べられたのかは全く謎だけど、私も自宅に送られてきたわ。僕もそうだ。まあクレハ君たちまで来ているとは予想外だったけどね。つまりみんなデスガンの誘いに乗って罠にはまったというわけか。罠でも何でもいいわ。だってデスガンの強行は見過ごせないもの。ザスカーの一社員として。ザスカー、君は
運営の人間だったのか。もちろんデータの閲覧をはじめとして運営に干渉は一切できないわ。ここではあくまでも1プレイヤーよ。だから今までは攻略の最前線には立たないようにしていたの。何か隠しているようなのは気づいていたけど、てっきり軍人か諜報機関の人間だと思っていたよ。私はただのプログラマーよ。だけど、いえ、だからこそ見過ごせないの。GGO で殺人なんて。まさかいたずらだって言うの？いたずらにしては手が込みすぎているわ。ナーブギアなんて手に入れようと思っても無理だもの。状況がわからなさすぎる。周囲を探索してみるか。リーダー頼んだよ。クレハ君もひとまずはそれでいいだろう。分かったわ。サポートは任せて。頑張ってるね。サポートは任せて。セリスカ、私に任せて。使うわ。レイカ、使うわ。であるわよ。グッド、嬉しいのです。サポートは任せて。頑張ってるね。嬉しいのです。グロッケンに戻れそうなルートはなし。ログアウトする方法もなさそうね。まったく、あんたなんでこんな危ないところに来たのよ。私は何やってんだろうね。バカなことだって分かってる。でもリアルに戻ったところで結局私はお姉ちゃんの影。GGO ではあんたの影なんて絶対に嫌だから。そんなの GGO に来た意味ないじゃない。お姉ちゃんがいない世界なら
そう思って VR ゲームを始めたの。みんなお姉ちゃんの妹じゃない、クレハとして認識してくれる。すごく嬉しかった。もっと強くなって誰もが知るくらい有名になれれば、私はリアルでも強くなれると思ったの。そうしないと、多分私は嫌いになっちゃう、大好きなお姉ちゃんを。それなのにこっちはすごく必死なのに、あんたはどんどん成長して私を追い越しちゃうんだもの。本当に腹が立つわ。私嫌いになりたくないのに。あんただけは絶対に死んでほしくないの。意外と似た者同士だったのね。全く違うタイプだと思ってたけど、考えていることは同じか。私たち付き合いは長いけど、まだまだ知らないことがあったのね。さあセリスカさんたちのところに戻ろう。あんたと二人で話せてよかった。行くわよ。ちょっと待って、私一人で戦うって言ったでしょ。だから私が突っ込んで敵の情報を探るわ。みんなは距離を取って対策を考えて。クレアちゃん一人で勝てる相手ではなさそうということは分かっているのね。分かってる。でも最初に脅迫が来たのは私。すぐにみんなに打ち明けていればこんなことにはならなかった。今はバカなことをしたって思う。でもあの時、これでみんなを見返せる、認めてもらえると思ったのも事実なの。だからせめて責任は取らせてほしいの。みんなにもしものことがあったらなんて考えるだけでいいや。責任というのであれば、ザスカーの一員である私の方こそ責められるべきです。あなたたちは私が守ります。命を懸けてでも。素晴らしい責任感だね。安心しなさい、イツキ。あなたも私が守ります。あなたも愛すべき GGO のプレイヤーですから。一応システム的には。まいったな。今までの悪行を全て懺悔したくなる気分だ。あなたの長話は聞きたくないわ。みんな待ってください。私が突撃します。私は NPC なので壊れても問題ありません。相手はかなりの強敵よ。悪いけどレイちゃんではおとりにもなれないわ。そうよ、レイちゃんはご主人様をしっかり守んなさい。私が行くわ。いいわね。いいえ、私が。
マスター、私もそれがいいと思います。大賛成です。やれやれ、うちのリーダーは厳しいオーダーを出すね。でもあなたが言うと不思議とできそうな気がしてくるわ。指揮は任せたわ。行くわよリーダー。使おうよ。やっと。私に任せて。頑張ってるね。レイちゃん行くわよ。でやるわよ。チェリスカ、私に任せて。サポートは任せて。うん。でもデスガンではないわ。それにログアウトする方法も探さないと。
のようですね。変なところに転送されてしまったようです。マスターたちもログアウトできません。それは仕方がありません。アファシスさんたちがいる場所は GGO ではないですから。なんですって？まさかナーブギアに仕掛けが？ナーブギア？なぜそんなものを？え？パパ？はい、わかりました。パパ、準備 OK です。キリトさん！キリトくん！デスガンに脅迫された？デスガンなら、あ、いや、デスガンを名乗ったプレイヤーたちなら警察に逮捕されたよ。俺はそれを知らせにログインしたら、ユイがアファシスが GGO からいなくなったと慌てていたんだ。アファシスが消え、君たちとも連絡が取れなかった。一体何が起きたんだ？それにここは。それは僕から説明した方がいいだろうね。どうせすぐにバレてしまうだろうし。ここはデスゲームエリア。 GGO とは似て非なる世界さ。リーダー、クレハ君、セリスカ君たちはナーブギアを装着している。デスガンに仲間の命を奪うと脅されてね。そのナーブギアには仕掛けがあってさ、ログインすると自動的にここに転送されるというわけさ。詳しくはパイソン君に聞いてくれ。僕はプログラムは詳しくないし、実は長話はあまり好きじゃないんだ。そう、君が1プレイヤーから英雄になったように、僕は魔王になったというわけさ。クレハとゼリスカが来たのは誤算だったな。大抵の人間は自分より大事なものはないから。だけど君は必ずここに来ると思っていたよ。僕は君と二人で命を懸けて証明してみせるつもりだった。僕と君の絆を、君には僕しかいないことを。だけど結果は君が言った通りだった。君が言う仲間はみんな本当の仲間だった。君は僕を許さないだろう。それは当然だ。僕は君を、仲間たちを裏切ったのだから。もう君とは。いや、やめておこう。魔王は魔王らしく最後まで役目を全うすべきだ。君も英雄らしくその力を持って僕を断罪するがいい。魔王を倒さないとこのゲームは終わらないよ。
分かっているだろうけど、時間を稼げばいいと思ってはいけない。勝つつもりでいかないと、一瞬の隙が命取りになるぞ。こうなったら何度でもどんな敵でも倒してみせるわ。無冠の女王の名は伊達ではないことを見せてあげる。あんたと一緒なら負ける気はしないわ。ラストバトル必ず勝つわよ。私は知っています。マスターは今までいっぱい頑張ってきました。だから自分を信じてください。まさかあれを倒すとはね。君は英雄だ。銃を手に困難を切り開き、
英雄の名を確固たるものにした絆で結ばれた仲間たちと共に奇跡を起こし、凶悪なドラゴンを倒し、そして魔王すら滅ぼすだろう。ずるいな、英雄ご一行は。魔王にも仲間がいたっていいと思うんだけどね。イツキ、銃を捨てなさい。なんでこんなことをしたの？私たち仲間じゃなかったの？イツキ、おとなしく投降するんだ。ユイたちが警察に連絡した。もう逃れることはできない。クレハ、セリスカ、そしてもう一人の英雄キリト、僕が君らの仲間になるのは難しい。僕は君たちのようには強くない。違う、イツキさんは間違ってる。誰だって最初から強いわけじゃない。強くなるんでしょ。罪を償いなさい。今ならまだいつかやり直せる可能性もあるかもしれない。ごめん。その銃をずっと持っていてくれてたんだね。魔王の企みは大失敗だ。本当なら今頃仲間に見捨てられ、人間不信に陥った君を僕だけのものにしていたはずなのに。騙されたことを怒っているのかい？そうだね、君はそういう人だ。なぜ撃たないんだい？まあ僕もナーブギアを装着しているんだけどね。君が引き金を引けば僕は死ぬ。君に人が殺せるかな？なんてね。冗談だよ。魔王を倒すのは英雄の務めだ。それが果たせないなら、僕が。重大違反を確認。GM 権限を停止します。まもなく、本システムは全機能を緊急停止します。参ったな。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。時間切れか。繰り返します。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。また会いに行くよ。仮想世界か現実世界なのかは分からないけど、だってまだ聞いてないからさ、君が仮想世界に来た理由を。おめでとう。実に見事な勝利だった。改めて賞賛を送ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。Thank you.
と。どんどん強くなってね。レベルアップです。褒めてください。まだまだ強くなるわよ。少し強くなったみたいね。前に言っていた政府関連の知り合い、機構課に連絡した。そいつに君たちを会わせることも考えたんだけど。油断できないやつでさ、俺から話させてもらうよ。まず、君たちを脅迫したデスガンだけど、パイソンが取った別アカウントだった。デスガンのアバター名はステレベン。そもそもデスガンという名前のアバター名ではないんだよ。迂闊でしたわ。そのパイソンがデスゲームエリアも作ったわけですね。まったく、まさかあの男が。まあゼリスカはもう知っているか。ええ、ザスカーの社員、しかも私の上司だもの。全く好意も敬意も持てない人だったけど、ザ・シードを悪用しデスゲームを再び行おうとするなんて。パイソンはイツキに手を貸し、プレイヤーのアカウント停止などザスカーの権限を使っていたらしい。じゃあ打ち上げの時のあれも。確か公式ではサーバーの問題だとか言ってたけど。残念ながらその通りよ。デスゲーム空間構築の準備の一つだったんでしょうね。パイソンはイツキに心酔していたようだ。警察の取り調べに対し、イツキの素晴らしさを延々と語っているってさ。でも肝心のイツキはどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても、誰もリアルのイツキを知らないんだ。いや、みんな聞いている情報が少しずつ違うという方が正確かな。住んでいる場所、職業、年齢、意識的に情報を混ぜていたとしか思えない。何それ。じゃあ手がかりは全くないの？アクセス履歴から探っているらしいんだけど、最初から警戒していたのであれば自宅からログインなんてしてないだろう。最初から GGO を始めた頃からあいつは誰も信用していなかったということね。そういうことになるね。それと君たちから警察が回収したナーブギアだけど、クレハとゼリスカのものは偽物だったよ。アミスフィアの外観を偽装したものだったってさ。はあ？なぜ？研究施設から盗まれたのは2台だけだったんだ。誰に偽物を送るかについては特に意図されていなかった。いや、あえて運に任せていたようだ。パイソンが預かった包みは3つ。それを指定された住所に送っただけだと言っていたそうだよ。
君のものだけ本物だったというわけだ。私たちは嘘のデスゲームを仕掛けられたというのね。ひどいペテンだわ。残りの本物は機構課が警察の威信にかけて全力で調査中だそうだ。正解は樹に聞かないとわからないな。ごく稀にナーブギアを隠し持っている人もいるらしいし。おそらく樹には現実世界でも協力者がいるんだろう。ナーブギアを盗み出した実行犯が樹本人だとも思えないし。飛行家は徹底的に洗い出すと言っていたよ。俺からの報告は以上だ。また何か分かったら必ず連絡するよ。あ、そうだ、落ち着いたらうちに来てくれないか。アスナたちも気にしているから。やったーって感じなのに素直に喜べないというかさ。腹黒だとは思っていたけど、まさか本当に犯罪者だったとは。しかも人のことを軍人だと思っていたなんて、最後まで失礼極まりないやつだったわね。それはちょっと仕方ないかも。けど信じられない、いつきさんが私たちを殺そうとしたなんて。正確に言えば試そうとしたなんだろうけど、あの人にとって私たちは仲間じゃなかったんだね。そんな風にくよくよ思っていたら、あいつは大喜びするわよ。私は絶対に許さない。あいつにはあいつなりの葛藤や事情はあったと思うわ。それでもどんな理由があっても私はそれを否定する。ゲームはゲームだからいいのよ。強いなあ、ツリスカさんって。私は多分当分はモヤモヤしそう。私だって自分のためにみんなを危険に巻き込んだんだもの。いつきさんも何かあったんだろうなって。でもそれはみんな無事だったから言えるんだよね。この中の誰かが殺されていたら私も絶対許せないと思う。あんたはどうなの？まだ考えなんかまとまんないよね。いつきさんはあんたを、あんたといるときはすごく楽しそうだったから。だけどさ、
悩むのもいいけど、一番大事なことがあるでしょ。みんな無事でよかった。あんたも、私たちも、いつきさんも、みんな生きてる。ええ、クレハちゃんの言う通りよ。振り返ってみると、奇跡の連続だったわ。一人でもあの場に来なければ、きっと私たちは全滅していたでしょうね。それに、ユイちゃんがレイちゃんを探していなかったら、ログアウトできないままやられていたよ。もちろん、割り切れないものはあるだろうけどさ。そういえば、アスナちゃんたちが待っているというお話だったわね。そうです。みんなで行きましょう。じゃあ、私たちは先に行ってるね。あんたは少し休んでから来ればいいわ。マスター。わかりました。キリトのホームで待ってますね。こんにちはです。お、来た来た、待ってたわよ。主役さんはこちらです。さあさあ奥へどうぞ。すごいです、いっぱい人が来てますね。おーい、主役席はここらしいよ。びっくりしたかい。俺も予想以上に盛大で驚いたよ。キリトと私も主役の一人なんですって。はい、別名一人で勝手に行動して危険な目に遭って、もう本当にすごく心配したんだから、後でお説教よ。席です。それ言ってたの絶対にアスナよね。待て、俺も説教なの？おい、ユイ、その辺詳しく。私たちもお説教か。ま、みんなに心配かけちゃったものに。そうね。それにキリト君たちが助けに来てくれなければ、今こうやって皆さんとお会いできなかったかもしれないもの。
ま、腹はくくっておきなさい。私は覚悟しているから、 BOB に出ると決めた時点で。シノン、かっこいいけどかっこよくないよ。さあ、主役も揃ったことだし始めましょう。私たちの仲間の無事生還を祝って。乾杯！頑張ったね、みんな。最後の戦いはちょっとヒヤリとしたよ。情報が全くない状態でのボス戦です。私もとても緊張しました。ドキドキです。そりゃそうだよ、仲間の命がかかっていたんだもの。デスガンとキリト君たちの戦いも見ていて本当に怖かったよ。モニター越しで助けに行けないのって思った以上にきついよね。だけどみんな根っこでは信じていたよね。絶対に私たちのところに帰ってきてくれるって。そうかも、だってキリト君だもん。あなたもね、なんかそういう風に思えちゃうところがあるんだよね。信頼ですね。絆と言ってもいいのでしょうか。はい、プレミアさんの表現は適切だと思います。よーし、お祝いにお姉さんがハグしてあげよう。ほら、まずはシノンから。うう、じゃあ僕もおめでとう。よしよし。苦しい。二人とも STR 高いからな。アファシスちゃん、よく俺様のところに帰ってきたな。帰ってないです。お前さんたちもよくやったな。けどよ、俺様には相談してくれてもよかったじゃねえか、水くせえ。ああ、その発想はなかったかも。でも助けに来てくれてありがとう。当たり前だよ。仲間がピンチの時に駆けつけねえのは男じゃねえからな。なっ、俺様のセリフを取るんじゃねえ。まあまあ、おめでとうさん。いろいろ考えることはあるだろうけどよ、今はパーッと楽しもうぜ。たまにはいいこと言うじゃない。楽しめるときは楽しむに限るわ。そうですね、生きていること、こうしてみんなと笑い合えること、当たり前かもしれないですけどすごく嬉しいです。コングラチュレーション、ゲームクリアおめでとうといったところだな。まだまだ次のステージは続くけどね。 GGO でもリアルでも。うん、大変そうだけど楽しみでもあるわね。攻略というものはそういうものよ。あなたならトッププレイヤーになれるわ。ああ、いいガッツだ。それと仲間がいれば大抵のことは乗り越えられるさ。ありがとう、私もそう思う。みんな楽しんでる？飲み物は足りているかしら。あ、アスナ！
今日は一日たっぷり盛り上がって、明日は反省会かしらね。キリト君、シノン、あなたたちも。お帰りなさい。ただいま。本当よ、いくらキリト君と気が合うからって。そんなところまで見なくていいんですからね。なあアスナ、今回俺ちゃんと相談しただろ。聞いてません。デスガンと直接対決するなんて。それはやむを得ない事情があったって言ったじゃないか。俺だってまさかあんなことになるとは。気にしなくていいですよ。ママはパパや皆さんが無事ですごくすごく嬉しいんです。わかってるって、アスナの顔を見ればね。アスナちゃんの相手はキリト君にお任せするのが正解ですわ。あのさ、改めて乾杯しよう。私たちの生還を祝って。とても小さな偽りもあるデスゲームだったけど、命を懸けた戦いだったのは真実よ。その時あなたたちがそばにいてくれたことに感謝を。おめでとうです、マスター了解。じゃあしばらく待機だな。標的はまだ見えないって。もうしばらく待ちだな。俺たちはランキングに乗っているメンバーが多いから、プレイヤーに狙われることもよくあるけど。自分たちを餌にする発想はなかったな。どんなパーティーが来るか楽しみだ。だいぶ元気になったみたいだな。よかった。君たちの恐怖やショックは少しはわかるつもりだよ。俺もかつて経験したから。仲間を失ったこともある。人を殺したこともある。デスガンを追う中で改めて自分のやってきたことを突きつけられたよ。だからさ、君のことは本当にすごいと思っているんだ。仲間を一人も失わずみんなで帰ってきた。君はずっと何かを悩んでいるみたいだけど、そこは誇っていいんじゃないかな。本当に強くなったな。
その答えを出すのはとても難しいな。それが弱さなのか強さなのかも含めてさ。多分いつきは弱い人だったんだろうな。デスガン事件の犯人の一人、進化は教授に似ていると思う。彼は強さを追い求め、シノンにその理想を重ねていた。イツキもきっと君に何かを重ねていたのだろうね。パパ、ターゲットを発見しました。エギルさんたちの前方に敵。ありがとう、ユイちゃん。こちらでも確認したわ。エギルさんたち、すっかり囲まれてるってこと？大丈夫？問題ない。殺したって死なないメンバーだからな。シノンたちの準備は？とっくに完了しているわ。いつでもどうぞ。お出ましみたいよ。こちらからご挨拶しちゃいましょうか。ええ。挨拶は大きく、が基本よね。あそこだ。あとはよろしくね。あんたたちの相手はこっち。クレア、奇襲だ。鬼ごっこしたいなら遊んであげるけど。どっちが鬼かはお楽しみってな。ではスタートですよ。派手に行くわよ。各チーム敵に追われています。そちらはいかがですか？こちらもまんまと追われているのです。用意は全て完了しています。了解です。ではあとは捕まらずに逃げ回ってください。道を間違えました。おーい、こっちこっち。このもう袋のネズミだぜ。ちょこまか逃げ回りやがって。くそ。迎え撃て。行くぜ、相棒。